フィールドボールプレースキッカーはアメリカンフットボールにおいてフィールドボールを蹴るポジションである。多くの場合、キックオフも蹴り、稀にバンターも兼ねる。アメリカンフットボールでキッカーは大抵の場合、プレイスキッカーのことを指す。キッカーはもともと特別なポジションではなく、1960年代までは他のポジションと兼任するのが一般的であった。 1940年代前半に太平洋戦争による選手不足の影響から自由な交代が発案され、1940年代後半に自由な交代制が高級的なルールとして規定されると、選手はポジションごとのスペシャリストが起用されるようになっていった。1940年代後半からキッカーのスペシャリストが登場し、1960年代には、 キッカーのスペシャリストを各チームがロースターに入れることが一般的になった。技術的な違いや怪我をした時に代わりがいなくなるリスクからプロフットボールではパンターとキッカーを兼ねることは少なくどちらかが怪我をした時の緊急の場合を除き兼任することは稀である。またキッカーが一方アマチュアチームでは選手層が薄い場合が多くキッカーとパンターを兼ねることや 他のポジションの選手がキッカーを兼任することが多い。僅差でビハインドを背負った試合において、試合終了間際に同点も、キッカーやパンターは年俸400万ドルを超えることがあるが、プロフットボール選手としては低い給料である。他のポジションの選手に比べ、練習量が少ないので、チームの練習が残っていても帰ることを許されることが多い。キッカーは、 チームの中でも小柄であることが多かったが、近年では筋力トレーニングにより、ワイドレシーバーやコーナーバックよりも大柄で重い選手も珍しくなくなっている。プロフットボールにおいてプレースキッカーはパンターやクォーターバックと同じ分類に分けられ、19番以下の番号を付ける。高校、大学アメフトでは他のポジションと兼任することが多いので、 有資格レシーバーの番号を付けられると規定されている州がほとんどである。ありがとうございます。